きますよ。はい、こっからスタートです。こっから加藤さん座る意味はない、はい、っていうかさ、映ってんの？じゃあちょっと映ってる、はいはい、3219、2019年、たくさんのお客様のご来店ありがとうございました。ありがとうございました。一人一人一言ずつ土下座か、一人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 お願いします。じゃあ、そういう感じだったの？名前言って、名前。岡野みなみです。2020年はいろんなお客様とたくさんお話ができるように楽しみにしてます。もう一回やりましょう。平井梨沙です。ひらりです。2019年ありがとうございました。初めて聞いた。2020年もよろしくお願いします。お願いします。じゃあもう一度やりたい、かっこさんお願いします。川久保彩乃です。久保です。コボです。コボです。コボです。これ大丈夫ですか？大丈夫。なんで2020年の目標今考えます。なんかないですか？あ、はい、もう川久保彩乃です。ここからコボです。もう繋がってんですよ。ノーカット、ノーカットだから。あ、そっか。早く、早く、分かった。まあまあまあ、2020年もお客様にたくさん気持ちいいシャンプーできるようにするのでよろしくお願いします。名前からお願いします。ひろ。確かにね、自分のひろくんです。ひろくんです。ひろしゅんです。今年はありがとうございました。2020年も引き続きよろしくお願いします。はい、スタイリスト中村です。2019年たくさんのご来店ありがとうございました。2020年も、よろしくお願いします。はい、スタイリストソミヤです。2020年も、まあ、同じようなことなんですけどよろしくお願いしますということと、新しい趣味のオークションがあるので4月に一応デビューするという感じがあります。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、店長の加藤です。2019年はたくさんのご来店ありがとうございました。ありがとうございました。2020年も感謝の気持ちを忘れずに、みんなで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。もうこれ締めでいいんじゃないでしょうか。いや、締めで、はい、じゃあ、あ、ちょっと待って、2019年はたくさんのご来店ありがとうございました。ありがとうございました。また2020年2020はまたシーノが一歩、一歩も二歩もですねプラスになってもっと満足いただけるような美容室になるように川久保が頑張りますので、みんなで高めていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。2020年もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ8人やった方がいいですか。はい、8人ね。じゃあ一本締めでやりますから。はい、いきますよ。せーの、よー、さようなら。